っちだ。この辺りも捜索していないけど、まだ先に進むのか。ああ、まだ先だ。よほど気になっている場所があるのですね。みたいだな。あった。え？言っただろ、カラントだ。まさか本当に？でも一体どうやって？ここまで迷わず進んできたからな。何かカラントを見つけるコツでもあるのか？それは勘。勘だけでこの場所を探り当てたのか。そうだ。不満か？いや、そういうわけじゃないけど。あ、とにかくカラントを切ろう。それじゃあ行くぞ。どこへだ？決まっているだろう、カラントのところだ。この辺りには他にもカラントがある。また勘か？ああ、どうする？一度は当てたしな。次もメディナの勘を信じてみるよ。わかった。それじゃあついてきてくれ。
疲れ様。行くぞ！
ここ一帯でそれなりの数を切ったな。ええ、全てメディナ殿のおかげです。助かったよメディナ。全部の場所を当てるなんてすごい勘だな。大したことじゃない。今日はなんだか調子がいいだけだ。そうか。でもどうしました、キリト。あれ見てくれ。カラントの目、それがどうかしたのか。ずいぶん離れた位置にまで根が伸びているんだなと思ってさ。この根どこまで続いているんだ。まさか。どうしましたキリト。カラントは各地で作られたんじゃなくて大元になるものから伸びているんじゃないか。大元では、一つ一つのカラントから伸びる根が全てその大元となる存在につながっているとな。あ、だからカラントは切った後しばらくすると元に戻ってしまったんじゃないかな。大元にある何かを切らなければ再びカラントが生えてきてしまうというわけか。あくまで推測だけどさ。ではそのカラントとつながる大元ともいえる存在を突き止める必要がありますね。なあ、カラントを切りつつそいつを探そう。あとはこの情報をベルクーリさんたちと共有しておいた方がいいだろう。王都へ戻るんだな。なあ、そうすべきだと思う。賛成だ。これまで倒した魔獣の件も含め対策本部へ報告したい成果が山積みだからな。今回のカラント発見と大元があるかもしれないって推測もメディナのおかげだよ。そうなのか。ああ、それについても報告しよう。わかった。では王都へ戻ろう。なるほどな。その推測が正しければカラントの破壊は早まりそうだな。なあ、成功すれば魔獣の発生も完全に止められるかもしれない。よくやった。特にメディナ、お前さんは相当頑張ってくれているようだ。ありがとうございます。引き続きこのメディナ・オルティナノス人海のために奮戦する所存です。ああ、期待しているぜ。では失礼します。またオルティナノスか。チッ、どうせ不正したに決まっている。あんな小娘一人、ましてや欠陥品の一族が騎士様に褒められるような功績をあげられるはずがない。またか。言い返さなくていいのかメディナ。ああ、前にも言っただろう。もっと功績を上げて認められれば悪口もなくなると。それに。それに。いや、何でもない。とにかく騎士長に褒められたのだから、あの程度の悪口などどうということもない。メディナがそう考えているならよかったよ。次の日。十分に気をつけるのですよ。ええ、ありがとうございます。どこかに行くのか。貴様か、死と二人きりの出立に水を差すとは。やめなさいエルドリエ、彼はこれから南の回廊へ赴くのです。それって南帝国の最南端にある場所か。ええ、そうです。南帝国で果ての山脈を警護していた海西郷騎士から南の回廊で何かが起きていると報告があったのです。それを調べるためにエルドリエが使わされることになったのです。大方回廊内に魔獣が住み着き荒らしている程度の事態でしょう。しかしカラントが各地に発生している以上何が起きるかは分かりません。くれぐれも注意してください。
はい、わかりました。では行ってまいります。さあ、私たちも南帝国へ向かいましょう。カラントの大元となる存在を見つけ出すのです。ああ、行こう。魔獣を倒しつつ情報を集めるんだ。そうですね。では出発しましょう。